体験世界大会ひなあられ杯の目玉企画初心者部門。そこで体験を握ってからわずか10日しか経っていないのに優勝を成し遂げたハンティングエッジ特化体験を活用した選手の紹介です。体験は手数が出ないので基本的には物理に特化させます。その上で一子稼の構えを活用したカウンター型の構成が現在非常に強力です。しかし今回紹介する選手の立ち回りはそれとは全く異なり、斬新な立ち回りで非常に面白いです。なのでキンキンで当チャンネルとしてもこのハンティングエッジ特化体験の装備を紹介させていただきますので、見逃したくない方はチャンネル登録お願いします。それでは早速見ていきましょう。もしもし聞こえますでしょうか。どうも、もくりちゃんです。はい、ありがとうございます。非常に元気な挨拶ありがとうございます。今日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回体験で参加ですね。そうですね、体験全く触ったことなくて練習するまで。なるほど、全くの未経験からの参戦ということでしょうか。マジでゼロからですね。なるほど、普段は双剣使いの方で合ってますかね。そうですね、双剣使いです、ね、なるほど。双剣と体験っておそらく近接武器においては一番離れた存在だったんだと思うんですけども、いかがだったでしょうか。使ってみて、そうですね、まず最初触ってみた感想がこの武器めっちゃ難しいやつなんですね。なるほど、そうですよね。実際イベルカーナー戦ってみて、はい、はい、なんか倒すのがマジでやっとで、なるほどなるほど。普通に25分近くかかってたんですよ、はい、最初は。なるほどなるほど。ちょっとずつ分かってきてタイム縮めてはいたんですけど、はい、どうしてもなんか型が難しくて、はい、なかなかうまくいかなかったんですけど、はい、ある日突然自分にすごく合った型を見つけてしまって。なるほど、また新しい多様性が見れるんですかね。本当ですか、わかりました。それではですね、たくさんもコメントいただいちゃいましたけど、まあ、出走前にですね、意気込みとあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、めっちゃワクワクしてますね今。いや楽しんでいると。すごいですね、緊張してないんでしょうか。そうですね、なんかもう前のタドタド杯で慣れちゃって、はい、むしろなんかプレッシャーがすごい癖になっちゃってて。いやそんなことあるんでしょうか。本当ですか。このね、このプレッシャーがめっちゃ好きになっちゃったんですよ、ね。ああ、いや、素晴らしいですね。めちゃくちゃスポーツ選手とかに向いてますね。はい。私は2回目なんですけども、めちゃめちゃ緊張しました。はい、やっぱり、まあ、緊張しますよね。はい、しますね。いや、強いですね。はい。それではですね、装備の方見せていただけますでしょうか。了解です。今回、はい、バフォームブラッドで。火属性特化の体験ですね。おこれは私も紹介したことございません。なるほど、火属性特化の体験ですか。なんと属性、いや、やはりですね、属性と、いや、これ楽しみですね。わかりました。ちょっとお守りの方。属性がこれですね。チャージマスター2の3スローで、そして、なるほど、これはまさか。はい、ありがとうございます。ね、もう完全に切っちゃってます、はい。スキル構成見せていただいてもよろしいでしょうか。いや、これはチャージマスターですか。いや、なんかやっぱりそうですね。体験使い以外の方が体験を触ると、属性特化ですね。なるほど。そうですね。もう完全に、懲戒支援も2に抑えて、属性特化ですね。なんと、初めて私も。強化奮闘でいきます、今回。いやー、なるほど。強化ついてるんですか。いや、ちょっとこれは面白いですね。もうスキル面はもう双剣のつもりで。なるほど、ありがとうございます。これは面白いことになりそうだ。もしお団子で超回復つけて、本当ですね、弱恋ではなくて双剣のつもりできてます今回。わかりました。いや、これ盛り上がりますね。楽しみにしております。たま盛り上がってくれれば。はい、了解いたしました。そしてですね、もし言い残したことがなければ、私ディスコードから抜けたいなと思っております。そうですね、まあ、はい、そうですね、体験完全にゼロからのスタートだったんですけど、それがどこまで戦えるようになってるか、はい、まあ皆さんにはそうですね、温かい目で見守ってもらえればと思います ね。はい、初心者枠の見どころの一つですね。さあ6番引いてきます、一撃で。
まあ、チャージマスターがあるんであればハンティングエッジではないかと箱倉さんも言っています。まあ、ある程度有名になってきてるんかもしれないですね。一部の方のみが使ってるって言ってるのは、私はそんな感覚をしていましたが、意外とたくさんの方が使ってるのかもしれません。なんつったってこの大会の20名中2名が使ってるのですから。さあ、バフを巻いてからかけり虫は使う。なるほど、ん？竜切りですね、これは。からの、やはりこれはハンティングエッジからの落下付きでございます。なんと箱根選手に引き続き落下付きが、しかも強化を使っております。とんでもない速度で減っていますね。いや、私も170本以上動画を作ってまいりましたが、こんな装備を見たことはありません。強化プラス茶バスのハンティングエッジ体験と。おっと、これは体力が回復してるのか。あ、そうですね、超お団子超回復と広角の恩恵を積んでいるので体力が回復しているので、なるほど、わかりました。こちらのも、こちらの立場に関しては相手のモーションをあまり見れないので、相手のモーションを見るのを諦めてゾンビ構成にしているということですね。なるほど、神速もくりちゃんさんは双剣使いです。なので本能的に手数を出して属性で出した方が強いと判断したのでしょう。うまい、ここは回避しながらのハンティングエッジの落下。お、なんと、そうですね、イベルカーナは 3V を剥がせば確定ダウンが取れます。しかし一矢加勢の構えを中心にしたカウンター型の体験だと基本的には頭と腕しか狙わないので、なかなかこのダウンが発生しません。しかしハンティングエッジであればいろんな部位を落下付けで殴るので、ほぼ確実にこの確定ダウンが見れるといった形ですね。そして強化を使っているので、体力のことは全く気にしていないぞ。しかも合身が発動しています。あー、死んでしまいそうだ。死にます。いや、これは強化がね、早すぎましたね。やはり双剣使いは飛ぶのかといったコメントが、本物のバーサーカーだと、コメント欄も大いに盛り上がっております。なかなかですね、使いこなすは難しそうです。簡単そうに見えますが、相手の攻撃を避けるのが難しいので、箱べらさんもと同様に一度押してしまいました。そうですね、強化については解説をしておくと、基本的にですね、無敵状態にはなるんですが、ダメージを食らえば食らうほどスリップしていく速度が上がっていきます。なので、スリップしていく速度を早め、止めるためには、もう一度早替えの章、入れ替えてリセットしてやる必要があります。さあ、おっと、これは早替え使わないですね。もうギリギリまで、あ、回復ですね。はい、いや、興奮しますね、本当。普段体験を使っていない方がこういった立ち回りを見せてくれるのが非常に面白いですね。私も真面目に検証動画キンキンでアップしようと思うので見ていただけたらなと思います。まあ、一矢加勢カウンター型の体験と比較して、まあ、どういった感じになってるのかっていうところをですね、解説したいなと思います。そういえば、ガルク連れてきてきた人は初めてじゃないかといったコメントもいただいております。そうですね。もしかすると、強化方向へも優先したかったのかもしれません。おっと、これは、方向も無効化している。いや、新しいですね。しかしですね、要所のモーションは、避けております。基本的にはハンティングエッジを連発はしているんですが、その手前に相手の攻撃が来た時はちゃんと判断をして避けてから放ってますね。なので適当に連発しているわけではないと思います。さあ、いやー、手数が多いですね。体験とは思えないですね。もう借り切れるんじゃないでしょうか。いや、新鮮ですね、本当。はい、いかがだったでしょうか。あ、タイムも早いですね。はい、
いかがだったでしょうか。双剣使いらしい手数を出した斬新な立ち回りで非常に素晴らしかったですよね。何か一つの武器種を極めている方は他の武器に乗り換えても習得が早いっていうのは本当だったんですね。一応移してこのタイムですから実戦で十分投入できるポテンシャルを感じました。じゃあひなあられさん、既存の物理特化の体験とどっちが強いんですかっていう質問に対しては、プレイヤーの実力とか目的、そしてモンスターとの相性もあると思うので、次回はそういったところも触れながら私らしいハンティングエッジ特化体験の紹介動画をアップしたいと思います。それでは終わります。バイバーイ。